西くん、あれは、あれはどうだったんですか？あれは、バズっちゃった動画。バズっちゃったやつ。あれは、僕そういうの本当に未体験で、うん、CBG はやってて、だから CBG みたいなもんなんだろうなって思って、うん、ウカットにずーっとやって、でもせっかくだからもうちょっと効果出た方がいいなって、うん、全然気にせず、プカプカやってたら、うん、本当にそのやった瞬間体動かなくなって、うん、ハングルっていうのかな、そういう感じになって、うん、やばかったんだけど、3時間ぐらいマジで体が本当に動かなくて、倒れて、放置するみたいな状態が続いたんだけど、うん、無事にまあ治って、後日自分で編集してアップするぐらいには、乗り越えたというか、なんていうか。え、でもその時やばかったんですか？その時はやばかった。それ大丈夫なやつですか？大丈夫。今ね、違法になったんで、今同じになると、逮捕。うん、まあでも、僕はその、CBD で鬱っぽかったの治ったり、うん、それで実際商売にしてたのもあったから、うん、医療系とかそういう路線ではちょっと注目はしてて、大丈夫だろうと思ってたら、うん、うん、やばかった。でもなんだろう、本当にいい面もあると思うから、うん、し、効果が僕は多く出た方がいいと思ったから、あえてちょっと悪い効果が出そうな盛大にやってみたり、うん、予想以上に大変なことになったけど、それを伝えることで、こう危ない面があるけど、でもいいとこもあるのも事実だから、で伝わればいいなぐらいな。人にも伝えるために自分が犠牲になったと。まああそこまでになるのは本当に想定外なんだけど。なっちゃったものを後からライブ配信の時はマジでなっちゃった。まあライブ配信ってコメントもさ、うん、悪意があるのもあったし。うんうん、で僕自身もそのねトラウマ的なというか、まあ手足が動かないとか、一応ね病気の方でいろいろ大変な思いはしてたことがあったから、うん、多分いろいろ思い出すのもハードなものがあったから、うん、ああなっちゃったけど、後日ライブ配信の録画を見て、これはうまく編集して、うん、ちょっと笑いにもなり、まあ、知らない人からしたら怖いと思うかもしれないし、うん、とにかく議論するきっかけが生まれるかなと思って、やってみようと思って、編集してアップした。うん、やってみようって感じで。やってみようって感じで。うん、すごい行動力。まあでもね、もうああいうのやらないって思ってたんだけど、ちょっとね、蜂蜜がね、ちょっと気になってました、今。蜂蜜がね、もらって、そう、怪しい感じ。マッドハニー、うん、マッドハニーっていうのは、うん、リラックス効果が期待できると。だから集中力が増すか、快眠、うん、寝るのにいい、睡眠の質がアップする、うん、っていうリラックス効果の他に、高血圧とか胃の病気とか不安神経症、偏頭痛、痛みやストレスの緩和にも使用されたりっていうものらしくて、うん、蜂蜜だと思ってさ、健康的な蜂蜜だと思っていいですねなんて話乗ってたんだけどさ、うん、聞けば聞くほどさ、うん、うん、あれじゃないかなってなんかすげえ類似してねえかなって思っちゃったんだけど、うん、え、まだこれはすすってじゃん、食べてない、食べてない、あの一人であると怖いから、うん、ちょっと助けてくれる人がいてくれたら嬉しいなと思って呼んじゃった。なるほど、ね、そう。でも一応狂った蜂蜜って意味らしいね、マッドハニーは。なだってなんかパッケージがちょっと、うん、なんかコンドームみたいな。それはあのバタフライのこと言ってる。そっち系の。でも健康のために住民が毎日摂取するとかもあるから。うん、まあ一応健康志向の蜂蜜で、ただちょっと飛ぶぞ。うんもしかしたらトリップするぞみたいなところがあるのかな。うん、チル&飛ぶってやっぱあれだよね。それあれ大丈夫かな。とりあえず試してみますって。場合によっては僕これをお店で売ってもいいよって言われてて、蜂蜜、うん、だからね、うん、西くんのハニーハントって名前にしようかなと。オッケー、じゃあいただきます。普通に蜂蜜、普通にガバベロって言っていいの？いいんじゃない。ピッとね、ピリピリするみたいな表現があった。蜂蜜の割には刺激が少しあるようで、いやでもマジで普通の蜂蜜だな。うん、まあ、うん、本当に普通の蜂蜜だ。うん、で効果が出るのに30分くらいかかるかもって。うん、結構かかる。思ったけどこれ食べるときエロいな。え、食べるときエロいなって思う。蜂蜜の食べ方は見せて見せて、もっと見せて。いや、舐め回すわけじゃないか。なんか、
さっきから下ネタをちょいちょいぶっこんでくるよね。コンドームだの、舐め方がいろいろ。全く効果を感じないぞ。自分は強くて大丈夫だろうと思ったら2個目言ってもいいけど、うん、僕は1個でもほんのり感じるはずなので、うん、1個にしといて30分ぐらいは待とうかな。はい、どうします？あの、言っとくか、うん、慎重にいくか、なんかさっき言っとく、私こういうの強いって言ってたから言っとく。じゃあ2個言っときますか。で、30g 以上は絶対摂取するなって書いてた。これは1個何グラム？ 5 グラムだから、うん、6個、6個はダメで、20やれば十分効果を感じるらしくて、15ぐらいで大丈夫なはずで、ここでもなんつうの、それなりにほんのりと自覚症状が現れるみたいな書き方してた。ちなみに日本で私あの初めて西くんから聞いた、もうやってる人、やってるって、やってる人、言い方が、言い方が、もうお試しになられた方いらっしゃるんですか？うん、ちょいちょい話題になりつつあるみたいな。僕すでになんか、少しぼーってしてるな。うん。うん、ほんと。うん。うん、かっこいい。飛びたい、トリップしたいってなると、ギリギリを攻めてやんなきゃいけないんだろうけど、普通に、睡眠の質を良くしたいとか、うん、不安神経症も需要あるかな、日本ではストレスの軽減とか、そっちを求めるなら今の僕ぐらいの摂取で多分十分なはず。そう、どうぞ。ただいま。で、一応20までで、僕はどうしようかな。なんか西くんは今どうなんですか？今は、うん、ちょっとふんわりするような、うん、でも言うて思い込みかなみたいな、うん、ただその ATC の時も、うん、あれちょっと変なのかな、いやでも全然平気平気、スパ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 、やばいかもってなったから、うん、うん、いやでもね、ぼーっとしてね、うん、うん、うわ、あるわ、うん、うん、なん、ないっけ、呼ばれた？はい、コーヒーか紅茶かお出ししようか？コーヒーか紅茶か飲みます？お気遣いなく、ありがとうございます。はい、だいたい2時間ぐらい経ちました。経ちました。なんかね、ぼーっとする。あとね、少し、しびれるって言い方すると違うんだけど、なんだろう、ふわんって、ふわんじゃない、なんだろう。なんだろうね、なんか、弛緩する。なんか緩んだ感じが、そう、これがリラックスなどストレス解消というか、うん、今時な感じだとチルか、チル、これがチルなんだね、うんうん、今チル状態になりました。なりました。で、まあね、噂によるとというか、まあ、普通に公式にもよると、容量を多くすれば飛ぶぞ、トリップするぞってあるんだけど、僕は前回の反省があるのと、あくまでも健康的で安全なものですよっていう方面でもね、をまずは知りたいのでね、自分の体で 10g、 まあでも 5g でも十分効果を感じてたから、うん、多分5とか10ぐらいを摂取していただくとチルれます。うん、うん、チルりました。眠くなっちゃった。うん、眠そうだ。さっきからずっと眠そうじゃん。そう、ちょいちょいね、そっちで、バターンって。ちょっと半寝でしたよね。バターンってなってた。はい、こんな感じです。これは普通にあくび。リアル。リアルなあくび。というわけで、くるっと初めてや、西くんのマットハニーハントを解説しました。詳細は URL まで。見てねー。